医療機関で行う腸内洗浄、特徴一つ目、腸内洗浄で使用するお湯はフィルターで浄化された清潔な温かいお湯です。化学成分やお薬の成分などは一切入っていません。特徴その2、医療機関で行われる腸内洗浄は温かいお湯を大腸の中に入れて腸を膨らませるという物理的な刺激を与えて腸自らの動く力によって洗浄していきます。特徴その3、医療機関で行われる腸内洗浄は大腸の奥までまんべんなくお湯を送り届けることができます。特徴その4、医療機関で行われる腸内洗浄は仰向けに寝たまま排泄を試みます。その姿勢のおかげで大腸が自分で動く蠕動運動や最後に便を押し出す排便反射のトレーニングができます。特徴その5、温かいお湯を大腸に入れることができますのでお腹全体が温まって全身の血行促進に役立ちます。